さんえ、本当ですか。いや、いやめっちゃ良かったですよ、本当。いや、嬉しいです。なんか意外とヨウちゃんのラーメンって考えさせられるっていうか、なんか普通のお店行って食べると、あ、こういう作り方してんのかなみたいな、分かるんですけど、結構ヨウちゃんのとこって何をどのくらい入れてんのかなみたいなのが意外と見えないっていうか。おしい。どういう佐野ラーメンでありたいとかってあるんですか。もともと私は佐野の人間じゃないんで、やっぱり佐野の麺で高すぎて、こう一口目美味しくて、2、3口目から伸びちゃうっていうのがやっぱ多くて、それ悔しくて、いきなりやったのがあの大箱だったんで、やっぱり最後まで美味しく食べてほしいっていうのがまず最初だったんですよ。それで麺から入って、でやっぱり最後に足が長いジュッとした麺をずっと作りたいって。うん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 、でそこからだから打ち立てまっきり打ち立てでも出さないですし、その微妙な塩梅で、まあ、足を長くして、っていうのをまず作って、でそうすると麺ちょっと強くなってくるんで、ちょっと熟成方向に入ると強くなるので、やっぱり佐野ラーメンの昔ながらのスープだと負けるので、まあ、そこでしっかり動物を入れていって、っていうバランス。洋介さんがで食べた時にサムの麺って切れやすいです、うん、しっかりしてる、そうしっかりしてるよね、そうすごいなっていうのは感じ、さすがラオタ来ましたから、来ました口ばし当たりまくってる。ジュアンさんが初めて、ジュアンさんそうですか。まだ受け止めてもらってないけど、なんでよ。そうですか。そうかな、一回飲みたいんですよ。腰据えて、ババ飲み会やりましょうよ。ベロベロになるんですよ。どっちが先か。デブちゃん飲みやりましょうよ。デブちゃん飲みやりましょう、よろしくお願いします。じゃあさんお願いします。どうですか。いや、うまいっすね。うまいよね。やりますか。替え玉ってできるの。できますよ。本当ですか。はい、替え玉は硬さ選べますよ。替え玉選べるんですか。はい、おすすめは頑張り方ですね。頑張り方で、緩急の差は必要ですよね。はい、何やいや、替え玉できますよ。おすすめはバリ方で、バリ方、替え玉バリ。それはあれでしょ、2杯目だからだよね。そうなんだ。そうですよ、僕もそう食べますよ。それ知ってる人少ないじゃないですか。いやいやいや、結構言ってるよね。あ、麺は売ってるんですか。はい、麺ここで売ってる。ここはあの、あれです、だるま製麺です。板橋で売ってます。豚骨のプレイヤーって少ないじゃないですか。プレイヤー増やさないとブームは来ないから、家系に持ってかれちゃってるんで今。そうね、家系すごいもんね、今ね。複雑なことやってますけど、なんかロジカルなことを意識してやってる人はいないじゃないですか。ヤミさんは、その豚骨勉強して何か活かせそうですか。いや、あの直接豚骨やるかどうかはまだ別として、考え方としてのニュアンスをいただいて、面白いじゃん、すごい面白い、近いですよね、意外と。そうなんですよ、キンタンも似てる部分があるので、それは面白いかな。評論家さんに喧嘩あるわけじゃないですけど、あの南西の豚骨の発祥が居眠りして破壊しちゃった、あんなの絶対嘘ですからね、あんなのを言うのは本当やめていただきたい。僕の中ではあの気温と湿度が気候が違うんで、南の方には豚が増えたし、あの北の方には魚、鳥が増えたっていうのが自然な流れだと思うんですよ。あれ居眠りして寝て沸騰したからありえない、そんなわけないじゃん。だったら全国的に白湯だわみたいな話じゃないですか。そうね、だからそれを言うのはちょっと違うんじゃないかなっていうのはすごく感じてるし、笑い話としてはね、笑い話としてはね、それをあと寸胴の下に焦げがつきますよね。つきますね、つきますね、寝ちゃったら本当当たるし、それを
なんか世の中の常識として流されるのは僕はちょっと無理ですね。だから結局あれってもう昔の話で誰も知らないから、はいはい、行ったもん勝ちみたいなところになってるんですよね。だから麺にしてもカスミが多いとカビやすいから、うん、どんどん水が少なくなったとか、うん、そういう実際の科学的というかさ、そういうところそっちの風土にあったんで、そう、うん、で成り立ってたのが自然じゃないですか。屋台で常温だし、眠りしたから北は南は豚骨だみたいなのはちょっとないですね。いやだからほら一般的におそらくその進化論的な考え方じゃないけれど、うん、選択されてね、はい、結果残ってきたものじゃない、はい、だけどそれはだから理由付けするときってやっぱそういう風にした方が分かりやすいし、分かりやすいですけどね。でも元々中国にマオタンっていう技術があったんで、うん、そうだよね。強火で沸かせば白濁するっていうのは、うん、技術にあるんで、うん、それが居眠りしたから倍単になったっていうのは納得しかねますね。誰が言ってるんですか。ピーッと入れて居眠りしたからっていう説もあるし、なんか買い物に行っててとかね、うん、ないわそんな。なんで本編って言われるの。こちらはね、科学的に豚骨スープを作ってらっしゃる、うん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 、そういうことですよっていう。ちいったんだって技術論があるわけですから。そうですね。豚骨で語る人ほぼいないですからね。そう、みんな感覚でやってるからね。そうなんですよ。今回言うとギャンやってギャンやってギャンやってギャンで終わりますからね。ギャンって。今日わざわざこのために来たんですか。すごくない？トミリですけどね。あの、ごめんなさい、何でも。全然。やってたわけじゃないですね、2人で。うん、違う。いや、てっちゃんからね、今日陽介さん連れてってもいい？って言うから、あ、全然 OK です、ウェルカムっつって。あ、てっきりなんか一緒にいて、これから行くんだけどって話なのかなと思ったら、わざわざ来てくれたっつって。いや、そのね、ふっかるさって大事よね。佐野からですよ。何時間かかりました。いや、1時間ちょっとです。意外と、はい、本当に。へぇー。うち良かったっすね、空いてて。そう。うん、東京にいて、打ち合わせして、戻ってきた。うんうん、東京ちょくちょく来るんです。東京はそうですね、月の3分の1。あ、本当ですか。はいはいはい。基本この番組って月末にやることが多いんで、はいはいはい、まあどっかの月末のタイミングでぜひよろしくお願いします。はい、白川とか他のとこはどうなんですか。白川はまた武井さんが、うん、現役っていうか、まあ、しんどいとか。まあで、あとあれか、影響力があるから。僕はだし、まあ花風亭もあれは別にね、白川じゃないけど、ね、若い子もいるからね。北方はあの若い人受け入れなさすぎてツケが今すぐ来てます。なるほど、なるほど。意思相伝じゃない。そうかそうか。だからそのさっきのね、佐野の話はすごいね、うん、すごいですよ、ね、やっぱり北方がやるべきことです。まあ、そうですよね。そうだよね。あんな偉そうに三大ご当地とか、うん、いやで言葉悪いけどね、札幌とか博多ってほっといても都会だから人もいるし、やっぱりそれだけ、それだけって言ったら失礼だけど、うん、難しいよね、うん、地方、そういう地方都市は。でも最近ごく少数ですけど若い人が頑張ってきてるのは心強いかな。北方も、はい、あ、そうですか。それはいいっすね。北方というか、まあ、会津、うん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 、会津の方が北方に出して、うん、なんか波を起こそうとしているのは心強い。あ、出したらどうですか、北方を変えたら。あの、正直あの公に言ってないけど、僕、え、回していいのこれ。まあいいですけど、うん、多分できるかできないかって言ったらもう若い人に任せるんですけど、僕はあの地元のラーメン界のその保守的なところが嫌いで、それを変えようと思って業界入ったんです。なるほどね。なんとなく麺の太さとか硬さとか、タレの量とか油の量とか、お客さんがこっちの方がいいと思って言ってくるけど、
そういうのって一杯できるまでにトライしてるからね、予選で落ちてきてるわけじゃないですか。そこからめっちゃ感じるって言われると、なんか俺のちょっと味覚がちょっと麻痺しちゃってるのかなって。ああ、みんなに言われるとね。みんなに言われると、あの今までもっと入れてたから、自分がちょっとなんかボケてきちゃったのかなっていう。そんなことはないですよ。そんなことはない。ちょっと自分を見直すきっかけにもなりましたね。だってうちだって鶏と豚肉と。魚があって書かれますか、あ、そうですか、あのラーメンで、はい、あーすごい繊細とお客さんと店が対等っていうのは人としてまずそうなんですけど、なんか僕らもその対等じゃないっていうルールの中で飛び込んでるから、うん、だから人として対等なのは言い分としてあるんだけど、でも振り返るとでも対等じゃないっていうところを分かったルールの中に飛び込んだなみたいなそうねのもあって、うん、だからそのルールの中で戦っていくことも大事だなって、うん、今のは回してもらってね、うん、むしろ回してください。いやでも本当そう思う。やっぱりラーメン屋さんが対等に喧嘩していいことあんまないから、まあそいつに勝っても全然いいんだけど、旗から見てる人がね、何あのお店ってそうなんだって思われちゃうのってあんまりメリットない気がするから、うん、なので、もう最近決めたんですよ、こうお前とかはまずいとかなんとかって言われたら、あなたの下の方がいいですねっていうふうに、うん、そういう返しでいこうかな。そうね、はい、なのでスルーはできないの？魔法の言葉イエアがあるからね。欲しいからね。あれはね、万能ですからね。今年もありがとうございました。来年のオンエアの目標だけお願いします。オンエア、はい、いやそれ毎月やることでしょう、はい、もうそれだけじゃない、はい、あとはまあやっぱりね、新しいゲストの方がね来てくれるといいなと思いますね、はい。でまあ、大西さんとかもね、もう1年そうねちょっと来てないから来てほしいし、ね、うん、はいはい、まあ自分の YouTube の方が大事でしょうけど。そんなことないです。かなり真剣にやってますよ。ああこれ月に1回ぐらいお付き合いください。はい、来年もありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、はい、去年の忘年会の反省会に続く議題なんですけれども、たくちゃん、はい、シャンプーした後ってコンディショナーとかリンスって使います？え、ウケるかよ。トリートメントなんかしてるラーメン屋がうまいもん作れるわ。絶対作れない。そんなことないよ。そんなことないよ。いや、しないよみんな。え、しないのかな。え、しない、しない、しないです。嘘。僕はあるけど使わないです。なんで？あんの使いなよ。いや、誰かしら来た時に使うじゃないですか。誰が来るんだよ。犬とか。猫とか犬とか。さあ、さあ、期待しますよ。しますよね。俺はするけど、うん、そもそも風呂あんま入んねえもん。お前全然ダメじゃん。お願いしますよ。なんか。え、当然しますよね、トリートメント。あんましないです。こんな長いのに。ちょっと待って、ちょっと待って。本当に？だってゴワゴワになるでしょ。うん、あんまりね気にしない、うん、長いのに、うんうん、8人中1人ですよ、うん、もうみんなハゲてしまえ。トリートメントを使ってるってこと。いや使うでしょ。もう13歳ぐらい髪長いですけど、なんですよ。それはなんか豚骨の油とかだよ。あ、分かった。これは職業差別ですね。そうだ、わかったわかった。そう、その話したやつも豚骨ラーメン屋だったもん。豚骨の油だよ、君ら。そういうこと、チンタンの人に聞いてみよう。僕らの声っていうのはどん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 潰されていくんですよね。いや、おかしい。おかしい、おかしい。もう大変潰されていくんですよ。いや、そこはもう徹底的にやるよ、それは。チンタンの人に聞いてみよう、今度。もうそういう白濁スープがいないんだ。湯気がもうなんかトリートメントになってんだよ。絶対そう。いや、もう本当どっか一回、トリートメントを使うラーメン屋と使わないラーメン屋で対談してた。面白いですね。で、そう、てっちゃんさっき言ったのね、そんなの使ってるラーメン屋、うまいラーメン作れないって言ってた。作れないです。コンディショナーとか、はい、リンスって使います？使わないですよ。ほら、シャンプーしただけ。シャンプーし、もう終わりですよ。なんで？いや、もう急いでんで。
何急いで。早く寝たいです。ヘッドマッサージしたらもう眠くなります。タレントさん。タレントですけど。はいはいはい。ですよね。たまーにっすよ、リンスなんて。たまーにするぐらいです。期待してるよ、陽介さん。はい、あなたはどうですか。リンス、必ずします。ほら、ほら、これは出世しないわ。コンディショナー、コンディショナー、コンディするよね、するよね、するよね、するよね。やめますよ。するよね、するよね。で当然当然してるよね。あ、コンディショナー、リンスなんか売ってないんで。そうだよね、コンディショナーだよね、してるよね。でなんなら週に一度トリートメントもするかもだよね。そこまではしない。そこまではしないですけど、パッティングはします。なんで？いや、お肌がもうあれなの。最近習った、年取ったんで。あ、最近ね、あのシミ取りレーザーやったんですよ。なんだこいつ。すごい。俺の去年ですよね。言い分はリンスするラーメン屋にうまいラーメン屋はないっていう。言ったらそうなの。やばい。あの AGA 始めました。AGA。AGA。僕は植毛してますよ。3000万こっちから入れ替えてます。入れ替えてます。本当僕ハゲてる。ごめんごめん、それネタ？本当です、本当です。マジで。え、全然わかんないね。3000万こっち全部入れてるんですよ。ハゲないよ。え、これ使っていいの？いいっすよ。え、あ、そう。あの、花輪さんの YouTube で花輪さん5回ぐらいいじってます。なんでこっちから？他の毛じゃダメですか？ここの毛が、男性ホルモンが抜けてるんで。この辺が男性ホルモンが多いんですよ。志村けんさん最後この辺の毛残ってたよ。あ、そういうことなんだ。あの毛は一生生えるんで、こっち行ったらずっと生えるんですよ。ホルモンが強いんで抜けてくんですよ。ホルモンがないから抜けないの。はい、だからこっちの毛はこっちに行って、だから僕こっちからの毛は直毛なんですよ。なんかおお、明らかに1本1200円です。1本1200円、1本は結構する。それは3000円だった。結構高くない？すごい、すごい。そんな必死に、それいいよね。あげたくないと思って。ラーメンに質問ですか。ラーメンに質問ってなんか企画であったんで。ちょ、そのさ、シミ取りレーザー関係あんの、ラーメンと、ね、関係ないですよ。関係ないじゃん。ちょっとうまいものを混ぜて。そう、でも、何を変えて目整形してるの。